はいそれでは縄という文字この文字の書き方ポイントをやっていきたいと思います今回この文字の一つのポイントになってくるのは左側の糸編この最後の書き方なんですねここ最後が3つの点になっているんですここが一つ特徴になりますここ書いていくときにまあ、活字体フォント体なんかもそうですが我々書いていくときって最後の書き方小の字小という小さいのパーツで書くこと多いと思うんですもちろんこっちの書き方でもオッケーになるんだけどただ手書き体の場合だとこんな形でポンポンポンと3つの点で書くこと が多いんですで、この3つの点で書くと書きやすくもなるし結構かっこよくも見えてくると思うのでぜひこの書き方え挑戦していただくといいんじゃないかなと思いますで、この書き方ですね書いていくときにちょっと違いがありますまず一つ目は筆順書き順が変わっていきますこの小の字のパーツなんかだと真ん中の縦線最初で次左右という筆順になっていきますがこの ポンポンポンと3つの点に関しては左から順に1、2、3とそれぞれ左からそのまま流れていくような格好になりますなのでこの筆順が変わっていきますそしてもう一つは長さが変わっていきます左側の1点目これが一番長いですで書いていくときにそのままこういう書き方で1、2、3と書いていくとすごくかっこよく見えるんだけど長さが変わってます1点目はちょっと長くてもオッケーなんですが2、3に関してはとにかくこの点すごく短くしておくといいんですそうするとコンパクト に見えていくのでこの23はとにかく短くしていくそうすると非常にこの糸編ですねまとまりができてコンパクトに感じてくるかなと思いますということでまあ糸編今回はこの3つの点で書いているんですがまあ、なんといってもこの文字本題になるのは右側ですよねこっち側が結構難しい部分だと思いますで、この文字の特に右側のポイントそれがですねキーポイントは 下の口の書き方ですこれが大きな重要ポイントになってきますのでここに焦点を当てて今回やっていきたいと思いますで、この文字ですねまずそもそもこの文字の一番重要なポイントとしてはこの線なんですまあ、確かにここがもうですねしっかりと書いておきたいんですがこの線いわゆる最終角ですねぐーっと縦に行ってから横行って曲がってから跳ねる曲がり跳ねとかですねフガとかって言ったりしますがこの線がかっこよく見えていると全体がスタイリッシュにかっこよく見えてくるんですがこのかっ よさをつけておくためににここが重要になってきますなのでまずそもそもこの線長めに引っ張ってあげたり羽もしっかり描いておく、まあ、この曲がり羽の線はしっかりと長さつけておくよということが前提になってくるんですがちょっと左の文字見ていただくとこの線かっこいいですよね。たただこの文字を見た時に この下の長さ大きさがちょっと大きいんですつまりこの、えー、横長の、えー、横幅ですねこれが横長でグッとこうついてしまうことによって文字全体的にペチャンと潰れた感というのが生まれちゃうんですなのでここあんまり横長で長さつけない方がいいというのがまず一つ考えておきたい部分になりますただこの時に、えー、この単純に横長につけないという問題ではなくてちょっとこれですねよーく見てみると実は違い ポイントを 気な違いポイントが出てきますこれ書いていくとまあ、筆順通り書くとですね最初まあ、いわゆる日日のパーツを描いてで次また日のパーツを描いてで最終格になってくると思いますでこの時に基本的に書いていく時というのはまあ大体この縦線が真ん中にですね中心になってきますのでまあ、この、えー、上の、えー、まあ、日のパーツですねこれがちょうど中心になってくるで下のパーツも中心になるまあ、ちょうど中心をこういう風に通るような形が、えー、基本的な書き方になってくる と思うんですがただ文字の書き方、えー、文字の一つ考え方として実はこういった口2回出てくる時にはちょっと下のパーツを右側にずらしておくといいんです例えばですね、えー、よく使われる文字なんかだとよいしょこの冠書いて富とかですねトムとかって言うんですね、えー、この文字書いていくときに上のこの口に対して次四角形、まあ下は他になるんですがこの時に ちょっと極端ですよ今極端に書いていくんですがこんな形今極端ですこれはやりすぎになるんだけどただこんな形でちょっと気持ち右にずらしておいた方がバランス取りやすいんですまあ、これは本当にちょびっとの感覚なんだけどこれがちょびっとでも左側ですねちょっとこっち側に向いてしまうとこれかなり違和感になりますこんな形でちょびっと、えー、この形だとどれぐらいかな本当にちょびっとなんですよねこの文字なんかもう本当にこれこれぐらいでもいいかなよいしょこんな感じこれぐらいだとまだちょっと全体が斜めになってる と思うんですがこんな形でちょびっとずらしておくとバランスよく安定的に感じます、まあ、例えば他に浮、えー、かん無理の文字で 同じ口が2回出てくるとみや例えばですねこれグッとこっち側に引っ張ってこんな形になっちゃうとこれ完全にずれてますでこれが同じぐらいでも良くないんだけどこれがちょびっとですねこの口が、まあ、気持ちちょっと右側に少し張り出してるぐらいだとちょっと安定的に、えー、かっこよく見えてきますなのでこんな形で同じような口のパーツが、えー、それぞれ上と下で上下で出てくるときに下のパーツがちょびっと気持ちですよ本当に気持ち右にずれていくとバランス取れるよっていうのが文字の基本的なですね、えー、原則というか、えー 基礎的なな考え方になっていきますでこれも同じような考え方になるのかなと思ったら実はこれ逆なんですね。というのもこの線が長く伸びてここがかっこよく見えるといいのでこれをしてしまうと文字が 伸びた感覚になったりかっこよさが薄れちゃう飛び出た感がすごく出ちゃうんですなので文字の考え方からするとこれ逆転の形でむしろこの形上のこの日に対して左の方をちょっと飛び出すよちょっとこれ極端ですよちょっと極端なんですよこんな形にしてあげた方がこっちの余白空間が出てこの最後の羽のラインがかっこよくスパーンとこう見えてきますなんでこの形で本当に幾分超ビットですもうパッと見た瞬間にはもしかしたらあんまりわかんないぐらいもう本当 本当にそれぐらいでオッケーなので、この下の口ですね、ちょびっとだけ左に寄せておく感覚を気持ちだけつけておくといいです。ただこういう風うにですね、やっぱりこう右側の方が飛び出てしまうと、やっぱりちょっと全体的に伸びた感覚にも見えるし、右側の邪魔をしてしまうということがあるので、まあ基本的には半分なんだけど、半分よりもちょっと左に抑える、まあ もっとと言うとこっちですよね右側の張り出しを押さえておくというふうに考えていくといいんじゃないかなと思います右左側を長くするという考え方よりも右側をあんまり長くしないよっていうふうに書いていった方がいいんじゃないかなと思いますなので、えー、これ書いていくときに、まあ、左側できるだけ左からですねスタート位置を取ってあげて右側の飛び出しちょびっとだけ飛び出すかな右上ですね上を一つ基準にちょびっと飛び出すかなっていう感じこれが、えー、よいしょやりすぎてしまうと、えー、よいしょこんな感じ 上のパーツをいいていきますとで上のパーツの,このちょうど上のです、ね、角っこラインと、えー、ここができるだけ押さえておきたいんだけどこの押さえが効きすぎてしまってこういう風になると、えー、こういう風にどん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 なるとこれ行きすぎでちょっとこれはちょっと全体的に詰まった感じがするなっていうことになるのであくまでも上の角っこよりもちょっとは飛び出しますちょっとは飛び出すけれども思いっきり飛び出しちゃうと。 これはかなり出っ張り感にこうなったりかなりぺちゃんとした印象になっちゃうので本当にこれはちょびっとの感覚でいいと思うんです。 なんでまず1つここをちょっと押さえておくとすごくかっこよく全体が締まってきますそうするとこの幅自体も押さえられるので全体的にこの糸辺からえこっちの右側このラインがえかなり引き締まって見えるのでスタイリッシュに見えますそしてスタイリッシュに全体の身幅地幅はある程度ですねこう絞られてるけども最後のこの部分で伸びてるのでかっこよさもつくとなんでこの辺りちょっと気をつけていただくといいかなと思いますなんでこのえスタート位置ですねそもそももう少し左から寄せてあげるといいと思うんです。 この文字なんかだとスタート位置この点ですねこの点もできるだけ左に終わっておくことが必要になってきますがここのちょうど点とですねすぐ右からこのスタート位置を入れ込んであげるくらいの間隔で書いておくとより左から密接的にこの辺りも書けるかなと思います。 でこの時にですね実はもう1つだけちょっとしたポイントがあります。これ、文字の中ではよく使われる技法だったりするんですが最後のこの横線、一番下です、この横線をちょっとだけ角度を上げておく。これ実はですね えー、ちょっとした具合ななんだけどかなり効いてきます、えー、この文字書いていく時に、えー、この最後の最終線かっこよく見えると、えー、か全体がかっこよさ出てくるのでしっかりと長さつけておきたいんだけどこの縦の高さ、えーまあ、全体的にと高さはつくんだけどいわゆるこの横線ですねこの横線から下の長さですねこの先を長く取ってしまうとかっこよくなりません。なののでできるだけこの えー横線を過ぎたら短く終えておきたいんですそうすると横への引っ張りが生まれて、えー、これかっこよくなるんだけど縦への引っ張り生まれるとちょっとかっこ悪いのでちょっとここは抑え気味にしておきますで、そうすると短くなればなるほど詰まりやすくなるんですねなので詰まりやすくなるとちょっとペチャンとしたこうなかなか縦の幅を抑えたけどちょっとこれ詰まりすぎっていうことになるのでこの線を ちょっとだけ角度を上げて左側飛び出しておきますあれちょっとこれやこんな感じよいしょよいしょもう一回よいしょここからもう少し上がっていきますこんな感じですね、えー、極端じゃなくていいのでちょっとこういう風にやるだけでこの辺り、えー、明るく感じてきます同じ高さ飛び出し具合であったとしても横線の角度変わるだけで結構見栄え変わってくるんですただこれ今ちょっとかなり極端に書いてこの空間とこの空間かなり狭くなっているのでやりすぎは注意なんですが気持ちその感覚つけておくと結構よくなりますで左側がこういう風に飛び出すこと結構あるので この横線ちょびっとだけ気持ち角度上げておくとよりこの辺りが白さが出てきます縦の長さはいらないので縦幅はないんだけれども余白空間が生まれているよっていうことも微妙に出てくるので、まあ、ここですね最後の四角形の作り方しっかりと書いてあげるとすごくかっこよく見えてきますなのでこの文字書いていくときに全体の幅関係として下の部分が結構横幅取りやすかったりするのでここちょっと気をつけて描いていただくとかなり全体が絞られて見えてくるか なと思いますで最後はしっかりこの伸ばした形でこのままつけていただくと非常に良くなってくるかなと思います。 ははいそれでは最後にこの文字「亀」という文字ですねこれもまた一つこの「縄」という作りのパーツと同じような部分が出てきますなのでこの考え方や書き方は同じになってきますのでぜひこの「亀」という文字書いていく時にもちょっとこの右側張り出し具合を抑えられているの微妙に分かるかなと思うんですでさらに最後の横線ちょっとこう飛び出していて微妙になんですが角度ちょびっと感覚としてくっとこう上げておくとよりこっち側の右側の空間が出てきたり全体的に詰まった印象も取れてきますななのでこんな形で でこのパーツ縄とか亀とかこの形が出てくる時にはこの部分ですね下のパーツをちょびっとずつ意識して書いてあげると最後の部分が非常にかっこよく見えてくるかなと思いますなのでこの文字それぞれ書いていく時に下のパーツこの右側の飛び出しちょっと抑え気味にしておいたり角度を上げてちょっと左側飛び出しておくと文字のかっこよさより生まれてくるんじゃないかなと思います。人に褒められるスタイリッシュな字を目指すオンライン教室ペン字の極意。 基本から応用まで具体的に学ぶことができますペンジのオンライン教室は下記概要欄でチェックお願いします